家臣どもが羽を伸ばすのは一向に構わん。だが俺はそんなところで悠長に遊んでいる暇などない。たく、とさかの兄ちゃんは相変わらずだな。なんとかパーシバルさんを説得できればいいんですが。いろんなことを経験しといた方が国づくりにも役立つと思うぜ。確かに家臣どもの意見も一理あるな。俺の理想とする国が娯楽や芸術に疎いようではつまらん。何事も学ぶ必要はあるな。その通りです。家臣としてもパーシバルさんと一緒に海に行けたら嬉しいです。わかった。今回は海辺の視察も兼ねて俺も同行するとしよう。やれやれ、これでようやく足並みが揃ったな。はい、うまくいきましたね。何を話している。俺はこれから準備を整える。道案内は任せたぞ。おいおい、トサカの兄ちゃんのやつ何やってんだ。少し遅いですね。私が船まで迎えに行ってきましょうか。待たせたな。やる気満々じゃねえかよ。海辺ではこの方が合理的だ。それじゃ早速みんなで遊びましょうか。これはこの土地を視察する前に目を通しておくべき文献だ。移動中に読み切れなかった文を今こうして消化しているわけだ。このままでは落ち着いて読書もできん。おい、何があった？なぜ泣いている？待て、ひとまず落ち着くんだ。お前は迷子なのか？事情は分かった。お前の両親を探せばいいんだな。団長、そいつを頼んだぞ。おい、一人で見つけられるのか？問題ない。今頃両親は必死にその娘を探していることだろう。たとえ顔は分からずとも大体の見当はつく。それに小さな子供を連れ回すよりこの海の家で保護した方が得策だ。どうした？まだ何かあるのか？私も一緒に行く。わかった。では家臣たちも同行してくれ。もちろんです。私たちも手
読者が邪魔しちまって悪いな。ふん、構わん。先に浜辺の視察を始めるまでだ。行くぞ、家臣ども。これは想像以上の人混みだ。おい、家臣ども。決して俺から離れるなよ。はい、家臣はここにいます。パーシバルさんは目立つから多分大丈夫です。今度は何事だ。チッ、目の前で死なれては寝覚めが悪い。お前は何か浮くものを探せ。ビーとルリアは救護係を呼べ。むやみに助けに入るなよ。助けて。わ、悪いがおとなしくしてもらおう。さすが俺の家臣たちだ。あなたが助けて。貴様は遊泳禁止という文字が読めないのか。すいません。親から授かった命だろ。どうせならもっと有意義に使え。それで何かお礼を。そんなものはいらん。その代わり次は貴様が誰かを助けてやれ。はい、わかりました。あの方のお名前を聞き忘れてしまったな。まったく、次から次へと想像しい限りだ。団長、子供は任せたぞ。いつも率先して首突っ込んでいくんだよな。パーシバルさんは海に来てもパーシバルさんでしたね。パーシバル。はい、一見厳しくて怖い人ですけど、本当はすっごく優しい人なんです。待て、俺が話を聞いてやろう。誰だてめえは。助かった。早くこの無礼者を懲らしめてください。いいから事情を話せ。ふん、事の次第は理解したが、両者の言い分を確かめる術は俺にはない。え、じゃあ偉そうに何しに来たんだよ。まあ待て。だがこの中に嘘をついている者がいる。そこの老人、いや男、お前はなぜ自分の姿を偽る必要がある。な、何のことですか。まだしらを切るつもりか。貴様の声や所作には違和感がある。ギャ、安心しろ。切ったのはお前の嘘だ。
せ。往生際の悪い。さすがだな、団長。何者だよ、あんたたち。ああ、俺シェルさん呼んでくるんで、ちょっとそいつを見張っててくれ。ここに集まった者たちに問いたい。この迷子の子供の両親を知る者はいないか。ん？女の子ってどんな子だ？待て団長。ここでまた泣かれては困るだろう。パーシバルさん。わかった、乗れ。そういえば、ずいぶん前に岩場の方で小さな女の子を探してる夫婦を見かけたような気が。そこのお前、今すぐそこへ案内してくれるか。誰もいねえみてえだな。どこに行っちゃったんでしょうか。お父さん、お母さん。おい、お前はこの土地の人間か。ああ、はい。この海で漁師をやってます。ならばこの辺りで潮の満ち引きにより徒歩での移動手段が断たれる場所に心当たりはないか。え？潮の満ち引き？ああ、はい、そんな洞窟があります。では今すぐそこに船を出してくれ。皆の者、事態は一刻を争う。手分けして捜索に当たるぞ。まったく、世話しない一日だったな。ああ、今日はいろんなことがあったよな。さすがに疲れましたね。家臣どももご苦労だったな。今日はよく休め。もうすっかり懐いちゃってますね。ああ、最初はあんなに怖がってたのにな。団長、こいつを受け取ってくれるか。パーシバルさん、いいパパさんになれますね。ああ、いつ父親になっても大丈夫そうだな。おい、くだらん冗談はよせ。俺は部屋で文献の続きを読む。お前たちももう寝ろ。へいへい、じゃあオイラたちも寝るか。あ、その子は私が預かります。それじゃ、おやすみなさい。やはり、お前ほど。
団長か。すまない、どうやら知らぬ間に眠っていたようだ。何？俺が団長について寝言を言っていただと。簡単なことだ団長、やはりお前ほど俺にふさわしい男はいない。この先も俺の右腕として変わらずそばに仕えてくれとでも伝えたかったのだろう。あいつはお茶も飲まずに一体何をしに来たんだ。今日はさすがに疲れた。今夜も